はい、今回の動画は iPhone に標準搭載されているマップアプリに Google マップのストリートビューのような機能で Look Around という機能が新しく搭載されたのでその使い方を簡単にご紹介しますで iPhone に標準搭載されているマップアプリはです、ね、過去にです、ね、とんでもないバグがいろいろ発見されてです、ね、使わなくなってしまったとっいう方も多いと思うんですけども現在はです、ね、結構、ね、使い勝手のいいアプリになっていてですね で2020年の8月にまだですね、東京とか大阪とか名古屋の主要都市だけではあるんですけどもストリートビューのようなですね、機能が追加されてですね、結構ですね、Google マップのストリートビューよりも画像がですね、鮮明で見やすいのでその使い方を、ね、簡単にご紹介します。 それでは早速その使い方なんですけども、まずはね、マップアプリの方を起動してもらって、今回は検索からですね、その機能を使ってみたいと思いますんで、この画面の下のね、検索のところをタップをして、で今、この動画を撮っている時点では先ほど言ったように東京、大阪、名古屋だけで使える機能になりますんで、まあ、今回何でもいいんですけど、じゃあ渋谷駅とかで検索してみましょうかね、なんで渋谷駅というふうに、ね、検索をして、ですね、この検索に引っかかってきたところをタップします。 はい、そうすると地図に渋谷駅の方が表示されて、このルックアラウンドの機能が使える場所だとですね、画面の右上のところを見てもらうと、双眼鏡みたいなマークがあると思うんですけども、このマークが出る場所がですね、このルックアラウンドの機能が使える場所ということになります。で、機能を使いたいときはですね、この双眼鏡のマークのところですね、こちらをタップしてください。 はい、そうすると画面の上部にですね、今、この画像が出てきましたけども、あとこれはですね、ストリートビューとか、あとね、普通にスマホを使っている方であれば、感覚的に、ね、使えると思うんですけども、指でね、こうやって動かすことによって、ですね、画像をです、ね、場所を切り替えることができますし、で例えばこのね、今、道を奥の方に行きたいということであれば、奥の方をタップをすると、こういった形でですね、奥に進むことができます。 で、あと、この下の地図のところにもですね、この双眼鏡のマークがね、今出てると思うんですけども、この双眼鏡のところをね、指でですね、この動かしてもですね、こういった形でですね、位置を変えることができます。 であと、もう少し大きい、ね、画面で見たいということであれば、左上の,、ね、この矢印のマークがあると思うんですけども、こちらをタップすると、この画面を大きくすることもできますんで、こういった形でですね、結構ね、えー、鮮明なですね画像で見ることができますんで、まだね、現状ではですね、東京、大阪、名古屋だけではあるんですけども、Google ストリートビューと比べてもですね、結構遜色ないですし、まあ、それどころかね、結構画像はですね、こっちの方が見やすいんじゃないかなというふうにね、個人的には感じます。 はい。といったことで、今回の動画では iPhone に標準搭載されているマップアプリに新しく追加された LookAround の、ね、使い方を簡単にご紹介しましたけども、今まで、ね、iPhone のこのマップアプリね、使ってなかったという方はですね、一度試してみてもらえるといいかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。